荒井善太郎荒井善太郎は、日本の内務官僚、感染府県知事、公園緑地施策にも多く関わった、栃木県足利市出身、占領省、荒井倉蔵の4、男として生まれる。佐野中学、第一高等学校を経て、1921年6月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業、1922年2月、内務省に入り、 東京付属となり、内務部所務課に配属。同年11月、高等試験行政課試験に合格。1923年3月、広島県再起軍長に就任。1926年5月復興局建築部に事務官として在勤。さらに同局建築部所務課長を務め、市街地建築物法の法文案を起草、土地区画整理事業の実施に寄与する。以後、 内務事務官、土木局勤務、県内閣総理大臣秘書官、県文部大臣秘書官を歴任。1934年には内務初期官、土木局道路課長、1936年には同河川課長となり、さらに県内務大臣秘書官、大臣官房人事課長を務める。1938年11月、厚生省社会局長兼臨時軍事援護部長に就任。 1940年8月、鹿児島県知事となる。1941年、内務省国土局発足に伴い、初代局長に就任。以後、1943年に、同地方局長。1944年、京都府知事。1945年に、大阪府知事に就任。1946年1月、大阪府知事を退任し、 同年9月から1951年8月まで公職追放となった。その後、日本公園緑地協会会長として、全国の公園緑地の拡大を公園緑地管理財団所代理事長として、公園緑化を道路緑化保全協会会長として、道路の緑化をそれぞれ指導した。また、日本万国博覧会政府出展、日本庭園、 国営武蔵川岡両森林公園、沖縄国際海洋博覧会の記念公園などの基本計画構想策定委員長、国営昭和記念公園建設の基本問題懇談会座長なども務めた。また、時代を担う青少年の育成に関心を寄せ、社会福祉法人の恩師財団母子愛育会の会長を最後まで務め、その他、全国防災協会会長、 地方財政審議会会長などを歴任。1982年、郷里である足利市の名誉市民に選ばれている。1984年1月12日死去。去年87。ありがとうございます。